日本岡山県倉敷市本庄本庄は、岡山県倉敷市小島地域にある地区である。かつての小島郡本庄村にあたり、現在の小島市をなす、小島通り制、小島境の津からなる。本庄小学校区に相当する。この記事では、現在の倉敷市本庄地区及び自治体時代の小島郡本庄村の両方について述べていく。 潮那須、通り西、宇野津からなる。小島半島及び小島地域の西端部にあたる南北に長い地区である。丘陵地と沿岸地域からなり、もともとは水島灘に面した農村、漁村であった。平地は少なく、その少ない平地部は大半が埋め立て地であり、水島工業地帯の一部となり、多くの工場が立地している。 水島工業地帯の開発により、状況が一変し、元の海岸線はわからなくなり、小島と水島を結ぶ、幹線道路も整備され、交通量も増え、工業地へと変貌している。なお、幹線道路より西方が、工業地帯、東が昔からの集落となっている。本庄地区南部にあたる。塩那須、宇野津同様、かつては海に面していた。 丘陵と沿岸部からなる古い集落で古来より港町であった。現在でこそ小さな漁港であるが古代から近世まで通り成功は水島灘に面した漁港として栄え漁衆のほか大型帆船を持つ選手も居住し明治になると北洋へ日清漁へ航海する者も,もいた。関武天皇の時代には坂の上の田村麻呂が いうとぎのあやかしき退治のため、通り成功からとぎや山へ向かったという伝説がある。また、天正3年には、小島定山城を進行するために、小早川高影は、通り成功に軍船を入れたという記録が残っている。他にも、明治30年10月30日に、当時の海軍大臣であった、西郷嗣道が、通り成功を視察。軍港設置の候補地ともなった。 明治以降になると、帰線や交通機関の発達により、当地の公湾的役割が、つくなった。当地には総鎮守である、本庄八幡神社があり、697年に行記によって創建されたという古い歴史を持つ。本庄地区中部にあたる。かつては、小須とも呼ばれた。古代より声援が行われてきた地であり、地名もそれに由来しているとされる。 元は海に面していた古い集落だが、水島工業地帯造成のため地先を広く干拓、埋め立てし、これにより、西方の水島灘にあった高島は、現在陸続きとなっている。また干拓、埋め立て以前は、現在の幹線道路異性には、古い砂丘が連なり、大きいものでは、長さ2メートル、幅200メートルほどあるものもあった。この砂丘からは、 古代における声援作業に使用した四角式土器が出土している。さらに砂丘より内側にあった低い水田の表土下からは粘土で固められた塩田跡が埋まっていた。また砂丘にあった松林の中には声援と関わりのある塩釜明神が祀られていた。北部にある金浜集落は古代声援の位置であり、金星は面作地となり、 海岸沿いに、綿畑が多かった。同じく北部にある、う道館集落は、元は、反応半魚の家が多く、梅栽培が盛んで梅林が多く存在した。現在は宅地化により減少している。東集落より西方へ長く突出した、元太岬は、小島西海岸第一の溶岩として、中世には、元太城が築かれた。 現在は陸地化し、先端部の天神ヶ花が、岬城となっているのみである。前述の高島は、昭和30年頃からの水島工業地帯の増設工事で陸続きとなった。島の東20個ほどの集落があったが、集落内の船着き場は西側へと移動した。高島は、日々高島宮の否定地の一つとされ、高島神社が古くから祀られている。 また古墳や古代遺跡も発見されている。本城地区の北端部にあたる。水島灘に面した、丘陵地と沿岸部からなる集落であったが、昭和30年代からの水島工業地帯の造成に伴う干拓、埋め立てにより沿岸部の平地が広くなり、工場が多く立地し変貌した。江戸時代には、王将屋が存在したことが、キビヨンコ広くに記載されてある。 またかつて、うのつ焼きと呼ばれる焼き物が作られ、その釜跡がある。地名の由来は二節あり、一つは、海の津が変化したものと、もう一つは、うの津に由来するものである。平成24年9月末現在、本庄地区を含む小島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、 つくぼぐん町及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が小島郵便局の集配担当区域にあたる。いつからかはわからないが古来当地は本城と呼ばれており、また当地と下津やこの池の一部を宇治湖地域とする本城八幡宮があることが地名の由来である。本城村に関するカテゴリー、ありがとうございます。